んにちは。愛媛県で新たにコロナ感染者が確認されました。県によると男性は集団感染が発生した牧病院の入院患者、13日に PCR 検査で陰性と判定されたが、23日に39度台の発熱があり、再検査で24日に陽性が確認されました。軽症だと言います。牧病院関連感染者計33人になりました。だいぶ暖かくなり、コロナウイルスも落ち着いてきてる地域が多いと思います。感染防止にも外出するときは家族みんなでできるだけ行くのはやめましょう。スーパーなどのレジで家族みんなで並ぶのはできるだけやめましょう。誰か一人がお会計をすると良いと思います。大切な命を守るためにも皆さんで頑張りましょう。もし自分が感染してしまい、もし家族や友達などに感染させてしまって、もし家族や友達が死んでしまうと後悔するのは自分です。今はできるだけ外にも出ずに自粛しましょう。